いつかアイドルの一番星になる虹の夢アイカツ始めます。さあ注目注目、今日はとっても重要な発表があるの。耳をかっぽじってよく聞いてちょうだい。あなたたちが入学してから約3ヶ月、どれだけ力をつけたかを確かめるために実力テストを実施するわ。実力テスト？テスト内容は筆記と実技、そして各組で1位になった者にはなんと霞夜空と夏フェスに出場してもらうわ。1位になったら宇宙先輩とユニットが組めるんだ。待っていたこの時を。ではこれより実力テストの結果発表をする。伝えていた通り各組1位となった生徒はエスポートユニットを組み夏フェスに出場してもらう。ステージはアイカツ TV で放送予定だ。それでは歌組から発表する。歌組第1位は、お願い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 、桜庭ローラ。続いて劇組第1位は早乙女亜子。はい。舞組第1位は遥か瑠夏。はい。そして最後美し組第1位は霞真昼。はい。以上4名を各組の代表とする。呼ばれた者は前へ。ステージは 2days、 抽選の結果初日は舞組と美し組、2日目は劇組と歌組になった。ちなみに勝った組の生徒には副賞としてランチ1ヶ月無料券が与えられる。では各組の代表として意気込みを一言。私の力を全て出し切って絶対に勝利を勝ち取ります。私に勝てない勝負などありません。よって応援など無用ですわ。はるか一生懸命頑張っちゃう。ファイティンファイティン。姉には絶対に負けません。まひるちゃん、さっきのまひるちゃんはびっくりしたね。夜空先輩を追い越したいっていうのは知ってたけど。そうだね。っていうかローラすごいよ、姫先輩と同じステージに立てるなんて。悔しいけど本当応援する。ありがとう。ご褒美のランチ1ヶ月無料券は任せといて。何か
ステージが楽しみすぎてワクワクしてるの。そうですか。楽曲だけど、この間真昼が歌ってた曲をデュエットしたいの。どうかしら。問題ありません。じゃあ衣装はもちろんロマンスキスで合わせましょう。夏のテーマのアジアンヒロインがちょうど良さそうね。ほんと楽しみ。あ、いけない、そろそろ仕事の時間だわ。また打ち合わせしましょう。ちょっと待って。それでは登場していただきましょう。今週のステージリクエスト第1位、霞夜空さんです。一度目の前で見てみたかった。素敵な衣装ですね。ロマンスキスの新作、アジアンナイトコーデです。それじゃあ早速ステージ見せてくれるかな。はい、いいですとも。見せてもらうわ、S4 霞夜空の力を。お疲れ様でした。お疲れ様でした。真昼、いただきます。おいしい。ほんとおいしそうに食べるわね。あ、お疲れ様。ご飯は食べた？一緒にどう？食欲ないからこれでいいかなって。え、それだけ？どうかしたの？お姉ちゃんの仕事してる姿を見てちょっとね、でも諦めるわけにはいかない。ここで諦めたら今までの努力が全部無駄になるもの。夜空先輩にどうしても勝ちたいんだね。うん、何が何でも。そこまで負けたくない理由が何かあるの？それは、お姉ちゃんはいつも私と遊んでくれた。本当に仲が良くてずっと一緒だった。はい、今日のコーデ完成。わあ、かわいい。よし、今度は私の番。どんな色にしようかな。真昼が好きな色なら何でもかわいいよ。お絵かきコーデ大好き。でも突然お姉ちゃんが四つ星学園に入学するって言い出して。お姉ちゃんは私を置いていった。それが悔しくて。私もアイドルになってお姉ちゃんを見返してやろうと思ったの。そうだったんだ。だからこんなところで悩んでる場合じゃない。私もっと頑張らなきゃ。なんか愚痴っちゃってごめん。じゃあまたね。あ、真昼ちゃん、また笑顔を忘れちゃってる。私の目標はお姉ちゃんを追い越すこと。そのためには特訓あるのみ。今度のステージで絶対にすごいパフォーマンスを見せつけてやる。最近真昼見ないね。うん、ステージに向けて自主練してるみたい。そっか。真昼ちゃん、本当は見返したいとかそういうことじゃないのかも。まだまだ足りない。
大丈夫？すみません。かすみさん。はい。ちょっと。過労ね。食事と睡眠はちゃんと取らなきゃ。すみません。今日はゆっくり休みなさい。はい。私、何やってるんだろう。やっぱり、私には無理なの。失礼します。どうぞ。大丈夫なの？お姉ちゃん、何しに来たの？そんな憎まれ口が聞けるなら大丈夫そうね。でも、どうして倒れるまで無理なんか。わからないの？そんなの、お姉ちゃんを超えるためよ！まひる。私は、お姉ちゃんを見返したくて四つ星に入ったの。そのためならどうなったっていい！私のことなんかほっといてよ！妹さんの忘れ物。はい。あなたがここへ来た時と同じ。やっぱり似てるわね。本当にいいんだな。はい。わかった。下がりなさい。失礼します。聞いた？まひるちゃん、明日の夏フェスのステージ辞退したんだって。え？嘘？そんな。まひるちゃん、小春です。中にいるの？いるんでしょ？何しに来たの？聞いたよ。ステージ本当にいいの？うん。夜空先輩のことも？うん。この前、夜空先輩は見返すために、うつ星に入ったって言ってたよね。でも本当は違う。本当は、大好きなお姉ちゃんに自分を見てほしい、振り向いてほしいから入ったんじゃないの？アヒルちゃん、ずっと寂しかったんだよね。その気持ち、夜空先輩に伝えなくていいの？わかったようなこと言わないでよ！私は寂しくなんかない。今まで一度だって、そんなこと思ったことない。もういいから帰ってよ！まひるちゃん。明日は本番でしょ？体、冷えちゃうわよ。ステージ辞退されちゃった。私の愛情は間違っていたのかも。大好きって気持ちにきっと間違いなんてないわ。だって二人は姉妹なんだから。伝えたいことがあるんでしょ？ありがとう、姫。ずっと寂しかったんだよね。その気持ち、夜空先輩に伝えなくていいの？そんなの、言えるわけないじゃない。部屋にいないと思ったら、やっぱりここにいた。何しに来たの？こんな時間に。しかもそんな格好で、あなたエスコーでしょ？そうだけど、その前にあなたの姉よ。何なの？え？私のことなんてどうでもいいくせに！優しくなんかしないで！
ねえ、まひる。これ、覚えてる？あ、それ、どうして、捨てたはずなのに。だってこれは、まひるが塗ってくれなくっちゃ完成しないでしょ？これを見るとね、お仕事で辛いことがあっても頑張れた。私を励ましてくれたの、まひるとの思い出が。思いって。私、まひるが四つ星に入るって聞いて嬉しかった。また一緒に遊べるんだって。お姉ちゃん、私、本当はずっと。お姉ちゃん、ごめん。昔も今も、まひるのことが大好きよ。もっと、早く話せばよかった。本当だね、お姉ちゃん。これからはステージで、一緒にお絵描きコーデしてくれる？目も開けてられないくらい眩しくね。
輝いてる。うん、あの姉妹だけが出せる光だ。ありがとう、マヒル。このステージを作り上げられたのはマヒルがいてくれたからよ。何よりとっても楽しかった。アイカツってこんなに楽しいのね。今までのモヤモヤした気持ちが嘘みたい。純粋にアイカツを楽しみたいって思えてる。全部お姉ちゃんのおかげ。マヒル、でもお姉ちゃんに勝ちたい気持ちは変わらない。だからこれからも全力で挑み続ける。だとお姉ちゃん。受けて立つわ。早くここまでいらっしゃい、マヒル。初めてステージに立った記念に2人のシーンをブロマイドにしたわ。最高のアピールができたわ。ミラクル起こそう、めでたいたい。お願いローラ、どうか間に合って。次回アイカツスターズミラクルバトンタッチ、つかめアイドル一番星。